ベルトユニットの交換手順。新しいベルトユニットをご用意ください。腕時計やブレスレットなどを外してください。ピッという音が聞こえるまで電源ボタンを押します。シャットダウン中ですというメッセージがしばらく表示されます。ハンドルを持ち、 スキャナブを持ち上げます。トップカバーオープンボタンを押し、トップカバーを開けます。イメージドラムカートリッジ4つを取り出し、平らなテーブルの上に置きます。この時、イメージドラム下部の緑色、筒の部分は触らないようにしてください。 取り出したイメージドラムに光が当たらないよう、紙を重ねて被せます。左右にある青色のロックレバーを矢印の方向に回転し、青色のレバーを持ち、ベルトユニットを取り外します。 新しいベルトユニットを取り付けます。この時、ベルトユニットの表面には触らないようにしてください。青色のレバーを持ち、ベルトユニットをセットします。両端をプリンター内部の溝に引っ掛けてから、ベルトユニットの後部を下ろします。 青色のロックレバーを矢印の方向に回転し、ベルトユニットが確実に固定されたことを確認します。イメージドラムカートリッジ4つを静かに戻します。トップカバーを閉じます。 スキャナ部を元の位置に戻します。これで作業は完了です。